から見かけますね。神戸786-08008。まあ向こうの方から歩いてきましたからね。で運転者はずっといなかった、止まるような気配もなかった。もう5分以上経過してるでしょ。スマートフォン取り出してカメラの電源入れて、で前の方から歩いてた人間が何かこっちは挑発するようなことを言ってたんですけどね。男は帰る前だとか何かそういうふうなことを言ってたんですけども、まあ組んでるんでしょうね、晴山整骨院とかに集まって。まあ駐停車は道路交通法で5分ですから、あとそこ5メートル以内、交差点。それも道路交通法違反。